三宝戦、空手、サムグレコ、キック、ジェロムレバンナ、ハードパンチャー同士の対決。突進力を生かすグレコ、焦らずにコンビネーションにつなげるバンナ、どちらもパンチで相手を仕留めようと狙っている。前回の対戦では引き分けだったが、今回は KO 決着必至か。I'm just glad to be back here in Japan. I treat it like my second home, and I look forward to putting on a very good show for you and coming out number one. サムグレコの有無を言わせぬパワーは K1 のリングでも衰えない。しかし、得意のラッシュを止められた後にどう戦うか、それが今のグレコの課題だ。先方、次方ともにポイントを上げられなかった空手チーム。当然グレコにかかる期待は大きくなった。グレコならばプレッシャーを感じることもなく、ゴングとともに暴れてくれるだろう。名古屋ドームのファンもそう信じていた。Going to my best, 150%, and I train so hard. And even if there is the World Cup, you know, I didn't drink wine, and I was in USA or in Thailand. I never see the World Cup, so Sam Greco, be ready. I'll be there, and I will fight for you.アメリカやタイでの過酷なボクシングの特訓で、バンナのパンチテクニックは急速な進歩を遂げた。己の拳に対して絶対的な自信を持っているバンナに隙があるとすれば、パンチに頼りすぎてバランスを失う時である。ジェロムレ・バンナ。さあ、現在空手対キック7対7の対抗戦、これから第3試合が行われますが、すでに2試合が行われまして、1勝1引き分けでキックチームがリードしています。これが K1 ルールです。1試合は3分5ラウンド、ダウンは10カウントでノックアウト。1つのラウンドに3回ダウンするとノックアウトとなる3ノックダウン制で行われます。禁止されているのは頭突きや肘による攻撃、投げ技や関節技などです。さあ、ジェロムレ・バンナ対サム・グレコ、もう両者早くも火花が散っている。今開始の運が鳴ります。たところからものすごいヒートアップしてますね。いや、気の強さには僕バンナの方が上だと思いますよ。グレコ選手は普段優しい性格なんですけど、はいはい、まあ、切れたらすごいですからね。そうなんですよね。もう空手だ。
館長、グレコがすごいですね、気配が。今のグレコはね、本当に今まで自分ベスト体調ベストだと言ってましたんでね。あ、そうですか。いや、しかし、おっと、カウンター、バンナの左カウンターでした。いや、これ勝ち上がった。わずかに見切ったか、バンナー、しかし左から右、このグレコのアンマーパンチが飛んでくる。いや、本当にゴジラとは生き抜けてる対決ですよね。そんな感じですね、ゴジラ名古屋上陸か。いや、しかし、とも早くもジェルモリバンナー、鼻から鮮血です。すごい試合ですね。強烈な打撃戦になっているバンナー対グレコ。いや、気合入ってますね、2人とも。梶田さん、これは予想以上の打撃戦になりましたね。今回ね、一番すごいなと思ったのは、おととしの横浜でやった時の彼ら2人の戦いが、今までの怪我の中で一番すごいなと思ったんですよ。あ、なるほど、それ以上ですね。本当そうですね。第1ラウンド残り1分になりました。早くもご覧のようにバンナの鼻から鮮血が噴火している。でも近くでね、聞いてると、その骨と骨が当たる音、もうすぐと当たる音っていうのはね、ちょっとテレビ見てる人はもう分かったかもからね、これだけ近くで聞いてるともうすごい音しますよね。そうですね、それだけこの肉弾戦と言いますか。まあ、バンナ選手ね、はい、本当にボクシングのテクニックを身につけてですね、国際式のボクシングの試合にも出てですね、アメリカで戦ってるんですけども、あのホリーフィールドのイベンダーホリーフィールド あのトレーナーのドンターナのセコンドチームですよね。あ、なるほど、アメリカから来て、あのホリーフィールドが練習しているチームで、そうです、一緒にトレーニングしてますから、さあボディー、タナボディー、ボクシング右打つ、すごいアップしてますよ、ね、お、聞いてねえよというタナグレコの表情だ。すごい、この気迫、右が踏み、タナグレコ2回目のダウン、1度目のダウンは意表をつく上段回し蹴り、2度目は膝蹴りからつないだ上段突き、いずれもグレコの体のキレは素晴らしく、このまま嵐のような攻撃をし続けるに違いない。だがバンナの目もまだ死んではいなかった。ものすごい試合が展開されている。サムグレコが第1ラウンド2回のダウンを奪いました。第2ラウンドが始まります。さあジェムレバンナ、果たして巻き返しなるかどうか。過去 のさっき一茂さんが言いましたけど、引き分けだったんですよね。そうなんですよね、痛み分けという感じでお互い一歩も譲らない試合でした。この2人がね、一番すごいのは110キロぐらいお互いあるんですけど、ラッシュするスタミナがすごく長く続くところなんですよ ね、 ね、普通これだけで体重が多かったら、こんなにラッシュ長く続かないですよ。本当そうですね、2人とも本当筋肉の塊ですよね、全く全力がないっていうね。サムグレコも相当なプラ練習積んできましたね。もうずっとアンディと一緒に沖縄 です、ね、トレーニング激しいトレーニングを耐えてきましたからね、はい、サムの初回のですね、右ハイは、もうサウスポーには右を蹴っていくっていうの鉄則なんですね。あ、なるほど、でもまさかあのハイはあのゼロムは予測しなかったと思います。そうですね、あ、また三宅さん、はい、どうぞ。赤コーナーのバンナなんですが、はいはい、帰ってきて肩で大きく息をしておりまして、この試合相当自信を持って挑んでいたんですが、こんなはずじゃなかった、そんな表情ですね。そうですか。三宅さん、はい、息上がる青コーナーはね、磯部シアンとそれから、角田コーチが非常に喜びましてね、握手をしました、はいはい、その後急ぐなペースを保てと、そして動いていけというこんな指示が出ていますね。そうですね、バンナ選手がちょっとこう、はい、なんていうんですかね、あっけに一回取れちゃったという1ラウンドだったですね、そうですね、ですがこれちょっと落ち着いたところでバンナの、まあ、さっきと同じようにグレコが行ってしまうとですね、あるいはバンナのカウンター来てしまうということが考えられますよね。これでもこの2人はすぐまたこの、さっきあの1ラウンドの時みたいにすぐラッシュになりますよね、本当目が離せない。あのバンナ選手ですね、ボクシングのテクニックずっとやってましたから、あのグレコ選手 のボクシングテクニックは大丈夫だと思ったと思うんですよね、でもね、蹴りでもう先制されちゃってですね、でもチャンスなんでサムはまだダメージ残ってますから、バンナは、バンナは、もう早い時期にいた方がいいですかね。僕はいいと思います。勝負に出た方がいいですね、これ取りまだほら目がね、焦点が合ってませんから、そうですね、バンナのチャンスですよ、サムは、はい、見ちゃダメですね、バンナは 今出れないですから、はい、今行かないといけない。
さあ間合いを詰めていくのはどっちだ、バンナかグレコか。バンナはこう戻す作戦ですね。ラテの世界ランカーたちとともにジェノレバンナボクシング技術を高めてきました。ちょうど2年前、3年前ですか、はい、空手対キックで初めてやったんですけど、その時の対象戦がピーターツとサム・グレコ選手ですね。でグレコダウンしながらも最後まで立ち上がってですね、これでケゴの方になった人って多いんですよね、結構。あの時右の脇腹がね、そうですね、日々入っても立ち上がってですね、あこれぞ空手からっていう試合をしてくれたんですけども、まさに魂を見せつけた。今日のあの2人の試合、一昨年の試合とは全然違いますね。そうですね、お互いにレベルが高まってきているということでしょうかね。もう本当にサムの本当になんかもう正面からもう堂々と小分けにもうパワーでも負けないっていう。あーザ・スレッド、ザ・スレッド、ザ・スレッド、ザ・の言う通りですね。ちょっと見ちゃったのがいけなかった、恨めてましたね、本当に。あれでジェロム・デ・ワンナが息を吹き返しましたか。綺麗なワンツーでしたね、最後はサニストレート打ち抜かれましたね。打ち抜きましたジェロム・デ・ワンナ。いやこれだから K-1 は本当目が離せないですね。本当そうですね。決して勝負を諦めなかったバンナが狙っていたのはやはりパンチの連打だった。サウスポースタイルのバンナだが実は右利きで、その右から繰り出されるショートパンチには予想以上の破壊力があった。2度のダウンからの大逆転、バンナの精神力の強さが光った。いやしかし一発決まりましたね。第1ラウンド2回ダウンを奪った時はもうこのサムグレコの勝利は間違いなしというふうに思いましたが、やはり今一茂さんおっしゃいましたがこれが K-1 ボクシング、あの黒人の方がですね、ドンターナってイベントホリデーフィールドのトレーナーなんですよね、はい、今日はセコンドついてもうバンナのボクシング技術って本当に今アップしてますから、うん、最後は本当に狭いガードの中をすり抜けた左ストレート、サムグレコの顔面を打ち抜きました。さあこれでキックは2勝1引き分け、ジェロム・デ・ヴァンナがサムグレコに逆転のノックアウト勝ちです。これでキックチームの2勝1分け、空手チームは手のひらにあった勝利を逃してしまった。 Thanks Faiza, my woman in France, thanks all my team Don and Don Donner and Faiza Luke, thanks so much。ボクサーの底力を見せつけられる空手勢、次第に焦りの色が濃くなっていく。